ミク、お疲れ。今日でやっとテスト終わったな。単位取れてるか不明だけど、とりあえずやりきったな。今とりあえず飲みたい気分。ミクも確か今日終わったんだよな。久々に飲まないか。ゆうた、お疲れ様。私も終わった。多分フルタンいけた。やっぱすげえな、ミクは。可愛いだけじゃなくて頭までいいんだもんな。これは打ち上げしないとな。よし、せっかくだから今日は俺がおごってやるよ。どうかな、今夜あたり。ごめん、今日はバイトある。え、テスト終わりの日にバイト？うん。マジかよ。じゃあ明日は？予定ある。マジか、やっぱ忙しいな、ミクは。そろそろ彼氏作ったら？え？ほら、ミクももう二十歳だし、いつまでも子供じゃ嫌だろ。早く男を知った方がいいよ。ごめん、そろそろバイト。え、もう？終わったら電話できる？予定決めたいし。あ、もしかしてもう着替え中？スマホ触れない系？なんなら今テレビ電話したいかも。な、今の冗談だよ、2割くらい。いや、8割は本心なのかよ。ってな、バイト頑張って。6時間後。ミク、バイト終わったらこっちだろ。先にインスタのストーリーじゃなくて。なあ、嘘嘘、冗談だよ。本気で怒ってるわけじゃないからね。でもちょっとだけ寂しかったな。先に約束してたわけだし、こっちで電話するって。あれ、聞いてる？インスタはオンラインになってるのに、 LINE はオフラインになってるのかな。今終わった。バタバタしてた。それ嘘じゃん。バタバタしてたらインスタのストーリー更新しないよ。ごめんね。でも電話するって言ってないし。してほしかったな。今からできる？できない。なんで？俺こんな声聞きたいのに。私は別に必要ないかなと思ってる。冷たい、辛い。ひどいよ、ミク。こんなんじゃ二人でご飯食べられない。またまた食べないよ。え、なんで？辛すぎるよ。なんでそんなひどいの？もっと優しくしてよ。前々から言おうと思ってたけど、私そういうつもりあんまりないから。はい？二人でどこか出かけたりとか、そういうことをしたいと思わないから。なんで？今彼氏いないんだろ？俺がこんなに好き好きアピールしてるのに、なんで一回もデートに行ってくれないんだ？俺のどこがダメなんだ？何も悪いことしてないのに。こんなに好きなのに、ミクのこと。多分もうこの先現れないよ、自分のことをこれだけ愛してくれる人。俺は絶対後悔させない。人生で初めて付き合うなら俺、絶対そうした方がいいと思う。どうかな、ミク。ごめんなさい。どうして？翌日。昨日はごめん、何度も電話かけちゃって。気づいたら10件ぐらいしてた。でもそれぐらい本気なんだよ。昨日ずっとね、ミクのインスタの写真見てた。過去のストーリーのやつも全部スクショ撮ってるから見てたんだけど、どの角度から見ても本当に可愛い。ほぼ加工アプリで撮ってるやつだけど、たまに男友達がノーマルカメラで撮ったやつを見てすごいなーと思ってた。無加工であれだけ可愛いのはミクだけだよ。今度俺とも一緒に撮ろう。俺のカメラロールをミクで埋め尽くさせてくれ。それぐらい本気で好きだよ。この思い届きますように。1時間後。なんで返信くれないの？俺のこと嫌いになった？そんなことないよね。インスタにログインしてるけど、ストーリーとか投稿は更新されないね。ってことは誰かと連絡取ってるの？ DM ってことだよね。もしかして男？それだとしたらすごく嫌だ。だって俺との LINE を無視して他の男と DM してるってことだよね。そんなの耐えられないよ。ね、教えて。いや、やっぱり知りたくない。この LINE に返信だけして、俺のことだけ見てほしい。3時間後。ごめんね、ゆうた。もうやめてほしい。やっと返信来た。うん、何を？何をやめてほしいの？こうやって大量に LINE してくるの。インスタでもかなり送ってきてたよね。もうやめてほしいの。なんで？なんでも。じゃあ言わせてもらうけどさ、ミクももっと早く返信してよ。もっと早く反応してたら俺だってこんなに催促しないよ。世の中には5分以内に返信とかしてるカップルもいるけど、そこまでは求めてないわけじゃん。それに比べたらマシだよ。私たちカップルじゃないよね。うん、まだね。まだ？うん、まだ。今こんな状態で言いたくないけど、俺の気持ちには気づいてるよね。俺が好きだってことは知ってるよね。うん、なんとなく。うん、そうなんだよ。俺本当に好きなんだよ。ミクとは授業で会って初めて話した時から好きだった。それまで大学は楽しくなくて、毎週通うなあの時間が楽しみだった。俺の全てだった。同じ班になった時は本当に神を信じた。そこからだよね、俺とミクが仲良くなったのは。 LINE だって毎日してて、通う以外も会うようになって、先月の17日には二人きりで授業の後に食堂でランチしたよね。周りの学生から見られてた時すごく嬉しかったんだよな。実はあの時友達に見られてて、彼女できたって言われたんだよ。俺はもちろん否定したんだけど、否定しない時が来たらいいなってずっと思ってたんだよ。
だから告白の機会を伺ってた。次二人で会う時にしようとしてた。でもそこからなかなか予定が合わなくて、それで少し取り乱しちゃった。ミクは俺と違ってモテるし、他の男といるところもよく見てた。先輩らしき人ともご飯食べてたし、それをストーリーで見た時は本当に絶望したんだよ。だから早く告白したいんだ。誰かに取られる前に俺がミクの彼氏になるんだ。だからミク、俺と付き合ってくれ、お願いします。それをやめてほしいの。ん？私他に好きな人いるの。だから諦めて。は？ LINE は本当に用事がある時だけ、それ以外の連絡はやめてね。さようなら。待てよ、好きな人がいるって何？そんなの俺聞いてないよ。うん、言ってないからね。なんで？言う必要がないと思ったから。あるよ、だって俺はこんなに好きなんだよ、普通に言うべきだろ。今知ったの、だから今伝えたんだよ。嘘はいいよ、さっき俺が気づいてたよねって聞いた時、うんって言ってたぞ。それって俺の気持ち知っててもてあそんでたってことだよな。確信が持てなかっただけ。今告白されたからそれには答えられないって言ってるの。やだよ、好きだよ、付き合いたいよ。ごめんね。好きな人は誰なの？言いたくない。まさかあの先輩？前にご飯行ってた先輩？もしそうだとしたら何なの？そうなんだな、あいつならやめといた方がいいよ、普通に遊び人だし。総一さんのこと知らないくせに何言ってんの？総一って言うんだな。まあ知ってたけど、普通に考え直した方がいい。それに向こうはどう思ってるの？ミクのこと好きじゃない可能性もあるよね。だったら確実に好きな俺にしといた方がいいと思わないか？ない。俺は諦めないから、とにかくもう一回告白させて、会いたいし。無理です、気持ち変わらないから。ダメだ、好きだ。翌日。どういうこと？総一ってやつと付き合ったのか？さっきインスタ見たけど、あれってそういうことだよな。おいミク、なんとか言ってくれよ。そうだよ、付き合ったよ。嘘だろ、なんでだよ、なんであんなやつと。昨日忠告したばっかだろ。昨日ユータが怖すぎて総一さんに相談してたの。は？そしたら告白してくれたの。嘘だろ。本当だよ、だからもう本格的に諦めて。もう私は総一さんの彼女だし、ユータのことは何とも思ってないから。待ってよ。待たないよ、今まで仲良くしてくれてありがとう。いやだ、このままバイバイなんて嫌だ。俺の青春なんだよミクは。ミクだけなんだよ俺と仲良くしてくれんのは。大好きなんだよ。ごめんね。お願いします、付き合わなくてもいい、最後にご飯行きたい、二人でご飯行きたい。それも無理です。なんで？彼氏いるから。黙っておこう、もうそれで最後にするから。夢なんだよミクとご飯行くことが。食堂で食べたじゃん。あれは学内じゃん、外で食べたいんだよ。全部ごちそうするから、ミクのために必死で働くから。ミクには1円も出させないから。お金の問題じゃないの。頼むよミク。しつこいよ、もう諦めてね。じゃあね。待ってくれ。翌日。ねえユータ、やめてくれない？何が？私のこと追いかけ回すのやめてよ。話聞いてくれないからだろ。警察呼ぶよ。こんなので警察は動かないよ。それにご飯行ってくれるだけでいい、お願いします。行ってどうするの？思い出にしたい。絶対それで終わらないじゃん。うん、終わらせる。もう無理なの分かってるし。じゃあ諦めてよ。無理、このままじゃ次に行けない。は？この思いを引きずったまま次には進めない。せめてミクに振られてから次に進みたいんだ。何度も振ってるよね。いや、まだご飯行ってない。今日はいなかったけど、明日は総一さんも大学にいるし、これ以上来るなら相談するよ。は？何？脅し？脅してるのはどっち？俺は脅してないよ、ただ片思いしてるだけだよ。ストーカーだよ。違うよ、好きだもんミクのこと。好意は関係ないよね、やめてって言ってるのに近づいてくるならストーカーだよ。じゃあ一回だけご飯行こう。話通じない、さようなら。待ってくれ、じゃあ最後にお願い事がある。もう無理。ミクの処女が欲しい。は？もう彼氏になるのは無理だよね、これだけ断られてたらそれは無理なんだろうって思う。でもやっぱりミクのこと好きだし、何か思い出が欲しいってのはある。食事に行けないならせめてミクの初めてが欲しい。俺もそういうのは初めてだし、お互い初体験同士の思い出作ろう。冗談やめて、キモいよ本気で。冗談じゃないよ、通じてないみたいだから俺の本気見せてあげるね。はい、これミクのこと考えてたらこんなに成長しちゃった。どう？ジャガイモってあだ名ついてるんだ。今ならホクホクだよ、ホクホクの新ジャガだよ。収穫の時期だけどどうかな。大好きだよミク。これ以上は本当にやめて、どうなっても知らないよ。それはミクも同じだよ。はい？俺はミクの画像を持ってるよ、
恥ずかしいやつとか。それでもいいの？ね、見られたくないよね。俺以外のやつに見られたくないよね。だったら今すぐうちに来て、一緒に卒業式をしよう。ミク、ねえミク聞いてる？ねえ。晒します。え、翌日。ミク、何してくれてんだよ。俺との LINE 晒したの？ねえ、なんで？俺大変なことになったよ。ネットでおもちゃにされてる。地元のやつからも LINE 来てるし、とにかく大変なことになったよ。私忠告したよね。もうやめてって言ったよね。それなのにやったよね。だから最後の手段に出たの。なんでそんなことするんだよ。俺はただミクのことが好きなのに、ミクの初めての男になりたいだけなのに。今だって不安だよ。もう先に総一とかいうチャラ男にミクがやられてるんじゃないかって。ね、まだだよね。まだやってないよね。お願いします。初めて遅れたら黙ります。もう付きまとわないって決めます。だからお願いします。そんなに覚悟があるなら今から食堂来てくれない？ね、なんで食堂？そこで話し合いしよう。一人？ううん、そいつがいるのか？うん、いるよ。じゃあ行かない。なんで？二人じゃないと嫌。私が嫌なの、あんたと二人は。なんで？キモいから、吐き気しかしないから。もう本当に知らないよ。私覚悟決めたから。学校にも通報するつもりだし、あとあんたの親にも。やめてくれよ、それは卑怯だろ。じゃあ食堂来て、そこで話し合いしよう。分かったよ。でもなミク、これだけは聞いてほしい。俺は本当に好きだった。ミクのこと愛してる。それは晒された今でも、こんなに愛する人はいない。だからこそ初めてが欲しかった。ミクの一番初めての男性として認定されたら俺も自信がつく。だからお願いします。付き合ってたとしてもいい。俺と交わってください。何も反省してねえな。後日談。こんばんは、ミクです。この後ユータは食堂に来て、総一にコテンパンにされてました。ストーカー被害もあったので刑事事件にもできましたが、さすがにそれは控えました。ただ持っていた私のデートなどは全て消去させて、今後の一切の接近を禁止とさせていただきました。また卑猥な画像を持っていると豪語していましたが、全て嘘でした。それらは私を不安にさせる嘘だったので少しだけ安心しました。最初はただの友達だと思っていましたが、その本性が本当にヤバかったです。今後このような犯罪行為をしないように更生してもらいたいです。